今日はのんちゃんと遊んできたよ。その後レッスンでした。あのんちゃんと松葉行ってきた。あのんちゃんとちょっと言わんねんけどな。うちのんたんって呼ぶねんけど。寝落ちはしやんで。ポケモンゲームしいひんねん。泣いてる。パル？どうしたんパル？そう、さっきまで9点のサイト見たんで。さあ今日のんちゃんとさ、のんたんとずっと9点で何買おうか迷ってて。そう、のんたんと松葉行って見て、めっちゃ上がってるくない？今日見える？見える？見えた？まつげ。身代わり今ペリのんたんがペリピラのリップ、マットリップが落ちひんって言ってたから、それ買った。いや、カートに入れた。シーカールとか分からへん。根元からクイッてあげてくださいって言ってる。分かるかな、これは何カールっていうんやろ。ドラさんと仲良し。そう、明日もドラさんと会う。そう、クーポン3枚しかもらえへんねん。ジェップ分かるんや、すごい。そう、串カツだるまさんの CM に MBS さんで今マイティとなんか撮影したものが流れているんですけど、ちょっとエモストさんの公式の方で宣伝が上がってから告知しようかなってマネージャーさんとなってて、なんかそれ待ちです。だから皆さんずっと MBS をつけといてください。動機は落ち着くよ。テスト勉強頑張ってね。ソース二度漬けしてないけどな、コロナになってからソースがボトルみたいなのに入れてあるようになってたで。そう、時間とか決まらずに流れるので。うずらの串カツうまいよな、わかるそれ。でも私はね、何が好きやろ、餅も好きやし、串カツ、あ、エビめっちゃ美味しかった。エビも美味しい、半熟卵も美味しいで。兄弟いるよ、弟いる。串カツいつ食べたら大事やけど、それわかる。でも美味しいよな、いっぱい食べたくなっちゃう。フーフーするのより楽しくなっちゃう。新しくて食べたくなっちゃう。紅生姜が美味しいよな、わかる。なんか新しいよな。明太子とかあるねんで。あ、やばい、スカート履いてないの、ズボン履いてるのバレる。ハムカツは食べたことないな。ネギチャンネル見ました。あ、チャンネル登録のやつも出てるので、ぜひ皆さん見てください。うん、一番好きな食べ物なんやろ。いっぱい好き。プロフィール見て、ぜひ。
え、すき焼きタワーあれか、このでかいやつ。嘘、誰誰。あ、翔くんだ。翔くんすき焼きありがとう。翔くんすき焼きです。すき焼きすき焼きは高知弁で好きっていう意味です。すき焼きです。チャンネル登録のやつ面白かった。ほんま嬉しい、よかった。普通にチャンネル登録してた。全然してます。相変わらずってやばくないで今日サラサラ。すき焼きな、食べたい。最近すき焼き全然食べてない。髪の毛伸びたな、トリートメントいいからな。チャンネル登録はしてるよ。そら、なんか見えた。何年前に迷いかかれることになった。なんかもうちょっとアーチにした方がいいんじゃないって言われて、なんかアーチで書いてたら太くなった。あ、時間教えてくれてありがとう。あと4分。明日長くしたいけど、明日にしようと思ってたんですよ本当は。ショールームでもラジコやったらちょっと帰ってくるの遅くなるんかなと思って、明日もできひんかったら嫌やからしとこうと思ったのも一つの理由。明日ぜひアンジュと、初めてアンジュとやラジコあるので聞いてください。明日はラジコだよ。明日はランキング見ます。全然してないのにランキング。ごめんね、もうちょっと早くトイレから出てこればよかった。10歳マグマグありがとう。12ひでくんありがとう。11よしくんありがとう。10ゆうくんありがとう。9が2番目のともああありがとう。8が浜野ありがとう。7がよすよすありがとう。6位がトゲさんありがとう。5位がシロありがとう。そして4位がガズンありがとう。3位がひろきくんありがとう。2位がボスさんありがとう。そして1位は翔くんでした。ありがとう食一、ありがとう。すき焼きです。うん、よかった、みんなと喋れて。ちょっとしか喋られへんかったけど、今日はピロピロと腹ペコカレンタンと原宿に行った時の投稿してるのでぜひ見てください。インスタ。明日は今日のんたんと行ったご飯屋さんを早くみんなに紹介したいから、その TikTok あげれたらあげたいなって思ってる。今日の夜編集頑張ります。のんたん可愛かった、一日中癒されたわ。まだ何の曲使うか決めてないから、そこから決めなきゃ。うん、でも課題もさっき終わらしたから、まあ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 、今日誕生日と、おめでとうやな。おめでとう。私も少しやったけど、みんなとお話できて嬉しかった。ぐっすり寝れる一言見てください。あ、皆さん、明日も、明日のためにも
1秒でも早くゆっくり寝てください。おやすみ。今日はオレンジメイクってやつよ。では皆さん、いい夢見てね。